はい、どうも。今回ですね、ゾーラのスネアテの入手場所を紹介します。で、今回はイヘンアの祠から古代ゾーラの祭殿に入ります。ここですね、ここに行きます。で、イヘンアの祠からどんどん上に行きます。で、上から直接古代ゾーラの祭殿の渦に入る感じですね。で、ゾーラのスネアテの入手条件は、水の神殿のクリアが条件となっています。で、あそこに滝があるので、あそこに向かって飛んでいきます。で、滝の向こう側にある渦に入ります。で、古代ゾーラの祭殿に入ったらもう簡単に取れますね。まずはここをまっすぐ行きます。で、あっちに行きます。で、ここをまっすぐ飛んでいきます。で、この柱の裏側に行きます。で、この柱の裏側に行くと、下行ける通路があるので、ここを下に行きます。で、こっちですね。で、ここをまっすぐ行きます。で、あの滝の裏側にゾーラのスネアテが入った宝箱があります。水の神殿さえクリアすれば、もう誰でも簡単に取れることができるので、取っちゃうのがおすすめですね。はい、ゾーラのスネアテをゲットしました。というわけで以上となります。ご視聴ありがとうございました。